東京ドームです。高校チーム対先攻チーム、このゲームの模様をお送りいたします。高校チームの先発は右の野茂、先攻チームの先発は右のジーン、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の野茂登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、トップバッターはシーツ。第9投げました。初球空振り、少し迷ったか。第2球ボール。投球は3球目、投げた。インコース高めいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げた。打ちました。ショート右の当たり、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番クロマティ。第9クロマティ背番号45。初球スプリット空振り。第2球見送ってストライク。投球は3球目、投げた。危ない球。第4球を投げた。ストレートはボール、外角高め。次は5球目、打ちました。松井取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番バース。第9投げた。1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球投げました。外角高め、外れてボール。第3球を投げました。打った、ファウルボール。追い込んでから第4球を投げました。完全に外れた、ボール。投球これから5球目、危ない球。第6球を投げました。変化球外れてフォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。第9外れた、ボール。第2球投げました、ストライク。投げた、空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、打った、これは強烈、入れば先制だ。さらに伸びていく、バース、二塁決定、三塁へ。バレンティン、ツーベースヒット。高校チーム先制のピンチを迎えます。バッターは5番ローズ。大きな声援が届い、初球を打った、ファーストを後ろにそらした。二塁ランナーそのままホームへ向かった。記録はファーストのエラー、ファーストのエラーです。先攻チーム2点入りました。2対0。投げて打ちました、痛烈。打球はそのまま伸びていく、ダイレクトフェンスに当たった。ボールは中継、バックホーム、間に合うかどうか。先攻チームさらに1点追加、3対0。さあリプレイです。ランナー1人を置いて迎えるバッターはレオ。先攻チーム追加点のチャンスを迎えています。第2球投げた、ボール。振り返って2塁牽制球。第3球を投げた、3球目空振り。次が4球目、投げました、空振り三振。最後はキレのある変化球。1回の表が終わって3対0。先攻チームまずは先制しています。右のジーン、マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターはイチロー。第2球低め、ナックル外れてボール。第3球は高めギリギリいっぱい、ストライク。追い込んでいます。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、三遊間へのゴロ。イチロー、ナイスバッティングです。左バッターボックスは2番松井。第
球、投げました、ストライク。第2球、投げました、打ったに当たりだ。セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。第1球、初球空振り、少し迷ったか。第2球、投げました、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、打った、引っ張った、あっと取れない。松井二塁回って三塁へ、バックホーム、間に合うかどうか。高校チーム点差を2点に縮めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番長嶋。まずは2塁牽制、2塁タッチセーフ、投げた、初球から打ってった、レフト前クリーンヒット、レフトバックホーム。長嶋、いいバッティングを見せました。先攻チームなおもピンチが続きます。1球目空振りからバッターの足元、ランナースタート、ストライクになった、ボールを2塁セーフ、2塁はセーフ。ランナーを2塁に進められてしまいました。リプレイをご覧ください。次が4球目、投げた、ナックはもう低め。さあ投球は5球目、危ない球。第6球を投げた、絶対強烈な当たり、ヒット、三塁ランナーホームに帰ってくる。先頭チーム追いつかれました、3対3。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは6番松井。第9球、インコース低め、ストライク。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、インコース低め空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、低め、ボール。第5球投げました、ボール。さあ6球目投げました、膝元外れてフォアボール。右バッターボックス、7番山本、大きな声援が届いています。ボール、投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、決まった、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、アウトロー、ストレートは外れてボール。第5球投げた、完全に外れた、ボール。さあ6球目、ストライク、空振り三振。バッターは8番古田。第9球、真ん中に伸ばしてストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってボール。第4球はストレート、空振り三振。先ほどのプレーです。1回の裏が終わりまして3対3、先攻チームこの回3点奪われ同点とされています。2回の表、先攻チーム攻撃に入ります。トップバッターはローズ、投げた、外角高め、際どい球、ボール。投げた、2球目ストライク。第3球、流し打ち、おお、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは9番ディアズ。第9球、インコースいっぱい、ストライク。さあ次の投球、投げました、打った、ショートの頭上をフラフラっと上がっている松井、余裕があります、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰ってシーツ、今日早くも2回目のバッターボックス。投げました、打ちました、初球打ち、立浪掴んだ、1塁へ送る、アウト、3アウトチェンジ。先行チーム三者凡退に打ち取られました。2回の表が終わって3対3、現在同点です。9番
高校チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは立浪。投球これから2球目、ストライク。第3球真ん中に決まった、ストライク。次が4球目、投げました、低め、外れてボール。次は5球目、初球、見逃し三振。さあリプレイです。打順はトップに帰ってイチロー、今日早くも2回目のバッターボックス。第2球引っ張った、ライトへ持っていった、これはヒットになります。イチロー一気に二塁へ、イチローツーベースヒットを放ちました。先行チームピンチを迎えます。第1球投げました、ナックルに送ってストライク。第2球投げました、2球目ストライク。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げた、ボール、低め、投げた、ボール。セカンド牽制球です、二塁タッチはセーフ、投げた、インコース引っ張った、ヒット、一塁一気にホームイン。先行チーム勝ち越しを許します。4対3。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。ワンアウトランナー二塁という場面で、おう、まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ、投げた、ムービングファーストはボール。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げた、おーっとキャッチャー取れない。ディアズ今拾った、ワンアウトランナー三塁に変わります。第4球を投げました、ナックはボール。第5球投げました、バッテリーここは勝負を避けました。第1球打ちました。第2球投げました、2球目空振り、これで追い込みました。投球は3球目、投げました、打ちました、ショート正面、ゲッツーコースだ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回の裏が終わりまして4対3、ジーンこの回さらに1点を失いました。先行チーム、この回は2番からの高打順、先頭バッターはクロマティ。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、決まってストライク。第4球を投げた、打った、抜けた、クロマティナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました、打ちました、一塁牽制、タッチはセーフ、1球目ファールから、投げた、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、痛烈、入れば逆転だ、いった、入った入った、ホームラン、逆転、ツーランホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった、ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。バッターは4番バレンティン、これが2度目のバッターボックス。第1球1球目ストレート空振り、投球これから2球目、またも空振り。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。
投げました。ボール。第5球投げました。ボール。投球はこれから6球目。低め見送ってフォアボール。左バッターボックスは5番ローズ。第9球ボール。第2球投げました。これはいい当たりだ。いったー。一直看板直撃ツーランホームラン。白球は無情にもつかんで変化球を完璧に捉えられました。チームメートが迎えます。リプレイをご覧ください。野茂降板。右の藤川、今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。第9球ストレート決まってストライク。いきなり153キロ。第2球投げました。低め外角ストライク。簡単に2ストライク追い込んだ。第3球を投げた。打ちました。投球これから4球目。低めボール。第5球投げた。外れた。ボール。第6球を投げた。アウトコース低め。カーバー外れてボール。投げた。打ちました。これはいい当たり。アウト。カブレラいい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト。ランナーはありません。投げた。1球目ストレート空振り。いきなり154キロ。投球これから2球目。打った。ファール。第3球を投げました。打ちました。ファールボール。次は4球目投げました。見送ってボール。第5球投げました。アウトコース高め。外れてボール。第6球はボール。第7球はアウトコース低め見送ってフォアボール。この回2人目のフォアボールです。第9球投げました。決まった。ストライク。いきなり151キロ。第2球投げました。打った。流し打ち。ライトの右ヒット。レオン一気に三塁へ。二塁タッチはセーフ。ローズいいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第2球投げた。高め決まってストライク。第3球はカーブはボール。投げた。打ちました。ライト前進。掴んだ。三塁はどうか。これでツーアウト。ランナーは二塁三塁変わりません。投げた。決まってストライク。いきなり151キロ。第2球投げた。インサイドストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた。変化球空振り三振。藤川3球で仕留めてみせました。3回の表が終わって7対4先行チーム3点リードに変わっています。3回の裏3点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者落合。今日2打点を挙げています。投げました。決まった。ストライク。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。レオン下がっていった。切れていきます。ファール。次は5球目投げました。流し打ち。どうだ。ライト前ヒット。落合いいバッティングを見せました。バッターは6番松井。最初のバッターボックスはフォアボール。ボール。第2球投げました。おっとデッドボール。バッターは7番山本。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。さあ次の投球2球目ストライク。これで追い込みました。第3球ボール。低め。投球これから4球目。アウトロー。空振り三振。先ほどのプレーです。バッターは8番古田。今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げた。
二塁間への当たり抜けた。ライトバックホーム。古田ナイスバッティングです。先行チームなおもピンチが続きます。ナックはボール。第2球投げた。打った。これは内野ゴロ。レオボールを掴んだ。三塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。今日2回目の併殺でこの回を終えました。序盤終了しまして7対4、先行チーム3点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは黒巻。投げた。ボール。第2球投げた。インコース高めストライク。第3球を投げた。ストライク。追い込んでいます。追い込んで投げました。ストレートはボール。第5球投げました。打った。流し打ち。クリーンヒット。打ったバッター一気に二塁へ向かう。クロマティツーベース。先ほどツーランホームランを放っているバース。投げました。内角でストライク。いきなり151キロ。1球目ストライクから打ちました。センター前に出る。落下点に入りました。山本取りました。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。第9投げました。ボール。投げました。低めの球空振り。第3球を投げた。3球目空振り。少し迷ったか。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ。投げた。打ちました。二塁ランナー三塁へ。破った。クロマティ三塁回った。二塁ランナーホームイン。先行チーム1点入りました。8対4。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番ローズ。第9投げた。初球空振り。いきなり150キロ。第2球投げた。変化球ストライク。インハイへ。タイミング合いません。第3球は打ちました。レフトへ行った。ヒットになります。ボールは中継。ローズいいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。投げた。1球目ストレート空振り。伸びのあるストレート。初球空振りから第2球見送ってボール。第3球は打ちました。追い込んでから投げました。打った。二塁ランナー三塁へ向かう。抜いていった。ライトバックホーム。カブレラナイスバッティングです。高校チームなおもピンチが続きます。藤川降板。右の浅尾満塁の場面での登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第2球投げました。打ちました。ピッチャー正面ゲッツーコースだ。ホームはフォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって8対4。先行チームさらに1点を追加しています。高校チームこの回は打順の一番からの攻撃。先頭バッターは一郎。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。3球目空振り。次は4球目投げました。打った。ショートバウンドボールを取った。レオ軽快な守備を見せました。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは松井。今日3打席目投げた。初球空振り。第2球投げた。ボール。第3球決まってストライク。さあ4球目ナックル空振り三振。バッターは3番ボウ。これが3度目のバッターボックス。ボウ先行チーム。ここは引っ張りに警戒します。第2球投げた。決まってストライク。第3球危ない球。
第4球を投げた、空振り。第5球投げた、打ちました、投げました、あっと、いった、入ったホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。ジン、がっくりと肩を起こしています。素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイをご覧ください。右バッターボックスには長嶋、今日3打席目、見送ってストライク。第2球流し打ち、どうだ、バース一塁、ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。4回までが終了しまして8対5、先行チーム3点差に詰め寄られています。5回の表、先行チーム攻撃に入ります。トップバッターはローズ、投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、見送ってボール。第3球、3球目ストライク。投球これから4球目、打ちました、松井バックしていった、センター前のヒットになります。ローズ、いいバッティングを見せました。バッターは9番ディアス、今日はショートフライとライトフライ。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、打った、ファール。第4球を投げた、低め、直球は外れてボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第5球投げた、スライダー、見逃し三振。バッターはトップに帰ってシーツ、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球打った、ヒット、ローズ二塁回った、シーツナイスバッティングです。ピンチを広げています。1球目空振りから決まった、ストライク、もう追い込んでいます。追い込んで第3球を打ちました、ファーストゴロ、ゲッツーコースだ、タッチアウト、一塁送球セーフ、ダブルプレーはなりません。先ほどのプレーです。ランナー2人を置いて迎えるバッターはバース、今日はツーランホームランを打っています。振り返って二塁牽制球、第2球投げた、ストレートに送ってストライク、さあツーストライクと追い込んだ。第3球を投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、打ちました、サード左、アウト、スリーアウトチェンジ。ランナー1塁2塁残塁。5回の表が終わって8対5、先行チーム無得点で終了です。5回の裏、3点を追いかけます。高校チーム攻撃、初球を打ちました、これはヒットになります。落合、いいバッティングを見せました。左バッターボックス6番松井、今日はフォアボールとデッドボール。投球これから2球目、打った、レフト前進、ランナー1塁に戻ります。バレンティン掴みました、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げました、変化球ストライク、アウトローへ、まずは決めてきました。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、インコース高め、ボール。投げました、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました、見送ってストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから低め、外れてボール。第3球を投げた、きた、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、白球は無情にもスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあリプレイです。
バッターは9番立浪、今日は三振とサードへの併殺打、投げた初球シュートは空振り、少し迷ったか。第2球、危ない球、投げた、ボール。第4球は打ちました、シーツ取った、アウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして8対7、ジーンこの回さらに2点を失いました。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはバレンティン、投げた、ストライク。第2球、投げた、ファールチップ、これはかすった形になりました。追い込んでから投げました、1球外してボール。投球これから4球目、打った、長嶋ボールを取る、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番ローズ、今日はツーランホームランを打っています。投げました、まっすぐ見送ってストライク。第2球、投げました、ランナーが決まってストライク。第3球を投げました、危ない球。次が4球目、投げました、ファウル、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、初球を打った、立浪掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。先行チームわずか3人で攻撃が終わりました。6回の表が終わって8対7、先行チーム現在1点をリード。ジーン降板、左のジェフ、今日2人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。高校チームこの回1番からの好打順になります。トップバッターはイチロー。第2球、投げた、危ない球。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、4球目空振り。第5球、投げた、ボール。投げました、ツーシーム、外れた、フォアボール、いきなり歩かせてしまいました。第1球、投げました、直球決まってストライク。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ、一塁走った、投げました、キャッチャー二塁へ送球、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第3球を投げました、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げました、打った、ショートバウンド、一塁へ送る、シーツうまくさばいています。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番ボール、初球ツーシーム空振り。先行チームここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球これから2球目、このボールも空振り、変化球にキレがあります。追い込んで投げた、アウトコース、空振り三振、ジェフ3番がうなります。中盤まで終了しまして8対7、先行チーム1点リードは変わりません。浅尾降板、右の上原、今日4番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。第9球、投げた、初球引っ張った、クリーンヒット、レオン、ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。右バッターボックスはローズ。第9球、直球ストライク、アウトローへ、まずは決めてきました。第2球、投げた、打ちました、一塁線鋭く切れていきました、ファールです。危ない球、ファーストランナーをちらっと見て投げた、流し打ち、打球はライト右へ、ライト前ヒット、ボールが転がる、一塁ランナー一気に三塁へ、バッターランナー二塁でストップ、ローズツーベースヒット。ピンチを広げてしまいました。先ほどのプレーです。バッターは9番ディアズ、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。
第2球。見送ってストライク。伸びのあるストレート。第3球を投げた。打った、これは強烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン、スリーランホームラン、白球が頭上に落ちたんで、ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあリプレイです。結局一つのアウトも取れずにマウンドを降りまして、マウンドに上がったのがあります。まずは立ち上がりに注目しましょう。初球から打ってった、左中間へのフライですが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番クロマティ、今日5度目のバッターボックス。打ちました、初球打ち、ボールはライナーに打ち取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番バース、これが5度目のバッターボックス。ボール。さあ次の投球、投げました、打ちました、痛烈、いった、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、バース、今日これが2本目のホームラン。変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番バレンティン。第9球、シュート見送ってストライク。第2球、ランナーがストライク。追い込んでから第3球を1つ外した、ボール。投げました、三振、岩瀬、サワンがうなります。7回の表が終わって12対7、先行チームリードを5点としています。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは長島、今日はここまで3打数1安打。第2球、打ちました、三遊間の当たり、抜いていった、長島、いいバッティングを見せました。バッターは DH の落合、ここまでヒットは3本。投球これから2球目、ストライク。一塁へ牽制球を送ります。投球はこれから3球目、打った、流し打ち、一二塁間、落合、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。チャンスをものにできるか。投げました、見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球、投げました、低め、ツーシームは外れてボール。第3球を投げました、インコース高め、空振り、追い込んでいます。2塁牽制、タッチはセーフ、2塁はセーフ、投げた、ボール。次は5球目、投げた、おっとこれ当たった、デッドボール。バッターは7番山本、ここまで3打席で初球打ち流した、1塁線切れました、ファール。危ない球。投球はこれから3球目、3球目ストライク。次が4球目、投げた、打ちました、いい当たり、破った、レフトバックホーム。高校チーム点差を4点に縮めました。ジェフ、ここは踏ん張れませんでした。なんとかしのいでいきたい。さあノーアウト満塁という場面で古田、今日はツーランホームランを打っています。初球を打ちました、1、2塁間のゴロ、一塁送球。高校チーム点差を3点に縮めました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは立浪、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、初球空振り。第2球、投げた、流し打ち、どうだ、レオ、ボールを掴んだ、一塁へ送る。高校チーム点差を2点に縮めました。リプレイをご覧ください。ジェフ降板、右のファルケンボール、今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた、外れた、ボール。第2球、投げました、直球見送ってストライク。第3球を投げました、ストレート見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。
第4球を投げました。打ったいい当たりだ。ライナー、クリーンヒット。山本、三塁回った。高校チーム、さらに1点を返しました。先ほどのプレーです。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、松井、さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。第2球打った、ファールボール。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。投げた、見送ってボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、外角低め、外れてボール。投げた、ここは歩かせます。今日2本のヒットを放っている長嶋、ひときわ大きな声援が聞こえます。危ない球。第2球投げました、打った、痛烈な当たり、ライナー破った、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込み、先行チーム、ここで逆転を許します。長嶋はタイムリーツーベース。先行チーム、なおもピンチが続きます。ファルケンボール降板、右のサファテ、厳しい場面での登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9球投げました、インコース低め、ストライク。まずは決めてきました。さあ次の投球、完全に外れた、ボール。第3球を投げました、打ちました、1、2塁間へ、セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして13対12、先攻チーム再びリードされています。8回の表、1点を追いかけます。先攻チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターはローズ。第2球投げました、決まってストライク。投げました、高速スライダー、ボール。第4球を投げた、打った。第5球投げた、高速スライダー、空振り三振、2者連続三振になりました。投げた、ボール。第2球、これはいい当たりだ、入れば同点だ、いった、看板直撃、同点ホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。右バッターボックスは7番レオン、今日はここまで3打数1安打1三振、ファール。第2球投げた、打ちました、立浪取った、セカンドから1塁送球、アウト。バッターは8番ローズ、今日は3安打猛打賞、外れた、ボール。第2球投げた、ボール。第3球内角低め、見送ってストライク。次は4球目、投げました、打った、これはいい当たりだ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって13対13、先攻チーム同点となっています。8回の裏、後攻チーム攻撃に入ります。先頭バッターは松井、投げました、低め、スプリット外れてボール。投球はこれから3球目、3球目ストライク。第4球を投げました、打ちました、1、2塁間への当たり、サファで取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、スライダー、ボール。第2球投げました、直球ストライク、インハイへ。第3球を
投げた、打ちました、ファウルボール。次は4球目、投げた、変化球、空振り三振。バッターは8番古田、今日はツーランホームランを打っています。初球見送ってストライク、いきなり152キロ。1球目ストライクから第2球、打ちました。レオ、ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。サファテ、この回ピシャッと3人で抑えています。8回の裏が終わりまして13対13、同点。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターはディアズ、第1球、投げた、初球はストライク、キレのある変化球。初球ストライクから第2球、マッシンで捉えた、ピッチャー返し、抜けた。ディアズ、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナー出ました。打順は1番に帰ってシーツ、ゲッツーだけは避けたいところ、投げた、初球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球、低め、外れてボール。第3球を投げた、危ない球。第4球は空振り。次は5球目、打った、ファール。次は6球目、打ちました、ヒット。ボールは中継、シーツ、ナイスバッティングです。高校チームピンチを迎えます。岩瀬降板、ここでマウンドに上がったのは佐々木、一打負け越しのピンチで登板です。期待しましょう、注目の投球です。さあ、これが試合を決定づける場面となるか。第9球、投げました、決まった、ストライク。さあ、次の投球、高めボール球打った、取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。投げました、見送ってボール。第2球、投げました、外角高め、ボール。第3球を投げました、フォーカーストライク。次は4球目、投げました、打った、ライト方向へ持っていきましたが掴みました、ボールは中継、セカンドから三塁送球。高校チームなおもピンチが続きます。第1球、投げた、フォークボール見送ってストライク。1球目ストライクからボール。第3球を投げた、アウトロー、外れてボール。投げた、打ちました、ライト落下点に入りました。掴んでこれで3アウトになります。さあ、リプレイです。佐々木、見事に流れを断ち切りました。高校チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番立浪、今日はここまで4打数1安打1三振。第2球、投げた、打ちました、サファで掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って一郎、今日はヒットは3本。第2球、投げた、ストレートはストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んで第3球を1つ外してボール。第4球を投げました、変化球、空振り三振。バッターは2番松井、先行チーム、ここは一発に注意しなければなりません。危ない球。第2球、投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、スプリットはボール。投げました、ボール、アウトコース高め。さあ、5球は5球目、直球ストライク、伸びのあるストレート。第6球を投げました、真ん中、空振り三振。最後は空振り三振で仕留めました。9回まで終了しまして13対13、延長に入ります。試合はこれから延長に入ります。先頭バッターはローズ、今日はツーランホームランを打っています。投球これから2球目、まっすぐ見送ってストライク。第3球、
3球目空振り。第4球を投げた。流し打ち。長嶋ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第9球決まった。ストライク。タイミング合いません。第2球打ちました。あっと引っ掛けた。ショート右横のフライになりました。取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは7番レオ。今日はここまで4打数1安打1三振。初球ストライクから第2球打ちました。いい当たり。いったか。どうだ。入るか。フェンス直撃。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う。レオンツーベースヒットを放ちました。高校チームピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日3安打猛打賞のローズ、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げた。ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球もう第4球を投げた。空振り三振。バットアウト。最後はキレのある変化球。リプレイをご覧ください。延長10回の表が終わって13対13、現在同点です。高校チーム、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは王。初球を打った。サードの頭上レオ。落下点に入った。三塁キャンパス手前。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは4番長嶋。ここまで3安打。ボール。まずアウトコース低め。第2球投げた。